皆さんこんにちは、フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。こちらは軍事スポーツの杉田健闘店です。とってもいいクラブなんですよ。今日も集まってくださるメンバーの皆さんのおかげで、楽しくレッスンをさせていただきました。さあ皆さん、今日もこの動画を通じて一緒に体を動かしませんか？体を動かすと体も心も脳にもとってもいい影響があります。はい、で今日はですね、お腹が特に引き締まる、いつも私の動画というのはですね、全身が良くなるワークなんですけれども、お腹がブルブル引き締まる、そして、暑いとですね、外は暑いんだけども室内の中はエアコンが効いてますよね。この差が実は背骨に影響があるということで、その背骨というのがですね、自律神経に影響があるんですよね。なのでその背骨をですね、ぐにゃぐにゃ動かしてほぐしつつ、姿勢も良くなって、お腹のこの辺からですね、引き締まる動きを一緒にやりませんか？あとですね、最近多いのが喉が痛い、ね、これどうもですね、エアコンが、喉に影響があるんじゃないかなということで、そのエアコンなんですけどもね、唾液が出て粘膜、ね、喉を潤す粘膜が、唾液によって、ね、出てくるわけなんですけれども、粘膜はね、そこでですね、この辺のこの、頭痛、肩こり、めまいがある方にもおすすめなんですけど、ここのツボのところに手を当てながら口をちょっと動かしてください。唾液が出やすくなってきます。何回もですね、やりたいんですけど、そして軽くですね、こうさすりましょう。首こりの筋肉強さで、シャカ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 、ちょっと口もですね、動かしながらがいいんですね。そしてこの喉仏のところが喉のツボなんですけども、そしてここの胸の骨、こういったところをですね、こうさすったりするのもおすすめです、ね、特に意外と喉が痛い時っていうのは、ここの胸の骨のところが硬かったりもするわけなんですよね。はい、ということでですね、一緒に動いていきたいんですが、ちょっとついでにこの鎖骨周り、そして腕、肘のところ、ブランブランブラン、はい、手首もブラン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 、ね、はい、肩が辛い時はこの肘のところも硬くなってますし、あと手首もですね。はい、それではですね、ちょっと立ち上がっていただきますけれども、音楽をかけてきますので、皆さんどうかですね、耳を引っ張ったり頭をタッピングしてください。さあ、短時間で、シェイプアップ、ね、していきましょう。そして背骨をぐにゃぐにゃと動かしていきましょう。はい、じゃあちょっと音を上げていきますよ。お待たせしました。はい、ブル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 、まずはブラ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 、はい、そして骨盤と背骨の肩甲骨の連動の運動です。ちょっとこの辺ぐらいですね、前後に動きます。1、2、1、2、はい、横です。はい、ブルブルします、くびれますよ。はい、ブル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 、はい、後ろに引きます。はい、トン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 、はい、回転です。はい、ブル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 、はい、前後肩甲骨を寄せたり開いたりと骨盤の前後運動です。横です。はい、ブル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 、はい、後ろに引きます。背骨、肩甲骨、骨盤が良くなってきますよ。これをテンポを変えてタン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 、はい、もうちょっとはテンポをぐにゃぐにゃぐにゃソン、はい、回しやすい方向に、ふう、もう一回やります。前後、肩回しも入れましょう。はい、横です。はい、ブル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 、背骨も肩甲骨も骨盤も良くなっていきます。自律整体でもあります。動いて自分の体を自分で調整しております。そしてシェイプアップです。お腹が特に引き締まるのと姿勢も良くなっていきますよ。
はい、そして背骨の筋肉が良くなることによって自律神経にもいい影響があります。はい、それでは回しましょう。引きます。さあ、そしてぎゅー、はい、お腹が引き締まります。背中や脇を気持ちよく、はい、リバースしましょう。膝も曲げますよ。はい、側屈です。これがまたですね、すっきりしてお腹が引き上がり引き締まりますよ。反対回りです。はい、ぎゅー、そして手を後ろ、肩甲骨を寄せます。楽にします。背中の凝りを取れます。あー、そして前に骨盤を持ち出しましょう。はい、お尻を出さず後ろに突き出して、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、ぎゅーっと起き上がったら足を入れ替えて、さあ胸をぐっと押し出します。戻します。もう一度、ふー、さあ、はい、そして前に骨盤を押し出して、股関節に気持ちよくです。座骨を後ろに引いて、1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、はい、起こしていきましょう。ぎゅー、前に、のびのびと、はい、逆回しですよ。ぐーぐー、ぎゅー、さあ、脇腹すっきりですね。姿勢も良くなってますよ。ぐー、はい、ぎゅー、はい、皆さんどうですか。回しましょう。ということで、どうですか。こうなっていた姿勢がこう広がり、ぼわーっと開いていた骨盤がすぼんでお腹を引き上がりました。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今日のマットでしたら狭いスペースでもできますね。背骨、肩甲骨、骨盤が良くなっていく動きで、背骨をぐにゃぐにゃしながら背骨を守っている筋肉を良くし、自律神経にもいい影響があります。そしてお腹が引き上がり引き締まってきましたね。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今日最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。よかったらグッドいいねボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。あ、それではですね、ちょっと久しぶりに私のマイデモンストレーションを見ていただきますね。はい、ではよいしょと、ほっほっ、よいしょ、ほっ、ぴょっ、よいしょ、ほっ、じゃーん、おーはっ。ということで皆さん、今日もありがとうございました。ではこの後もハッピーにお過ごしください。はい、ではまたね。大家でした。ありがとうございました。グッドボタンお願いいたします。